フォルクスワーゲンタイプ181クーリエワーゲンは1969年から1983年にかけてフォルクスワーゲン社で製造された軍用の小型軍用車両である。民間仕様の販売は1980年に終了した。一般的には英国でトレッカー、米国でシング、メキシコでサファリという名称で知られている。 この車はビートルを基本としており、第二次世界大戦中にドイツ軍により使用されていたキューベルワーゲンの延長線上にある時を経た改良型といえる車である。キューベルワーゲンという名称はバケットシート車を意味するキューベルジッツワーゲンの略語である。1960年代にヨーロッパうちの数カ国の政府はヨーロッパジープと呼ばれる様々な国の軍事。 政府系組織で使用するための大量生産が可能な軽量、水陸両用、四輪駆動車両の共同開発を始めた。しかし、この車両の開発には時間がかかることがわかり、西ドイツ政府はヨーロッパジープの開発が完了して、量産に入るまでの間、基本的な要求を満たすことのできる軽量、安価、堅牢な輸送車両を 限定的な数量だけ調達することにした。フォルクスワーゲン社は1950年代にこの手の車両を製造する提案をしていたが、その後この提案は見送られた。当時の経営幹部は、この計画が民生用の車としてある程度の需要が見込めることを見出した。メキシコの消費者は、当時メキシコで多数が販売されていたビートルよりも、田舎道で扱いやすい車を求めており、 米国でのビートルを元にした、デューンバギーの人気が、経営幹部に堅牢で娯楽性に、富荒れ地走破性能を持つ車が、多くの消費者の購入意欲をそそるのではないかという、考えを抱かせた。フォルクスワーゲン車は既存の部品を利用することで、製造コストを最小限に抑え、利益を最大に上げることができた。第二次世界大戦時のキューベルワーゲンのように、タイプ181は、 タイプ1由来のリアエンジンプラットフォーム、マニュアルトランスミッション、水平対向4気筒空冷エンジンの機械部品を使用し、フロアパンはタイプ1のそれを元にしたカルマンギアのものを流用していた。1973年にトランスポーターのプラットフォームが新しくされて部品が刷新されるまで、リダクションギアはトランスポーターのものを使用していた。 民間使用者の販売は、メキシコとヨーロッパでは1971年中に、米国では1972年に開始されたが、新しく厳格化された安全基準に対応できずに、米国での販売は1975年に中止された。特にタイプ181は、近年のクライスラー PT クルーザーの場合と同様に、小型トラックとしてではなく乗用車として分類されたため、 より厳しい安全基準に適合しなくてはならなかった。1975年の DOT 基準の全面ガラスに関する規制では、全部座席の上院と全面ガラスの間により長い間隔を空けることを要求していた。オイルショックに応じて作られた小型車同士がある程度の速度で衝突した時にボンネットが上院と接近しすぎるようになったために、この変更が必須となった。 ヨーロッパジープは NATO 加盟各国のメーカーが合同で小型偵察車両を製造するという NATO の夢であった。タイプ181はヨーロッパジープの準備が整うまでの間、この役割を果たす唯一の車だと考えられた。1968年から1979年の間に5万台以上のタイプ181が NATO 軍に納入された。 1979年にヨーロッパジープ計画が完全にが開始放棄されると、西ドイツ政府はタイプ181の損耗を補うためにタイプ183イルティスの調達を開始した。西ドイツ政府がタイプ183の調達に変更したにもかかわらず、ヨーロッパやメキシコでの民間仕様のタイプ181の販売は1980年まで続けられ、 NATO を含むいくつかの組織では信頼性の高さと調達、維持費用の低さに惹かれて1983年まで軍事仕様のタイプ181の調達が続けられた。もともとアカプルコのラスブリサスホテル用にデザインされたアカプルコシングを含めていくつかの地域仕様のタイプ181の派生型が生産された。ランニングボード、特別な内装と 塗色、サリートップが標準装備であった。赤プルコは、大々色と白色、黄色と白色、緑色と白色、青色と白色といった組み合わせのストライプ模様の特別塗色で簡単に見分けることができる。181の右ステアリングホイール版には、182の番号が与えられた。1973年に米国市場で販売が開始され、 1972年以降にメキシコでの生産が開始された。タイプ181の角張ったスタイリングは厳密に実用的な目的のためであったが、少なからずそのスタイリングによりある種のカルト的な古典となった。ドアは工具を使用せずに外すことができ、ジープ CJ のように全面ガラスを倒すことができた。内装は完璧に機能性に従ったものとなっており、 外反向き出しのドアや分割式の平らなベンチシートは現在ではポストモダンの工業デザインの域を感じさせるものである。シングは CBS の土曜日朝の生放送番組のアーク2内でローマービークルの元となった。2007年にマッチボックスは黄色のタイプ181を発売し、ホットウィールは2009年に褐色のボディに黒色のホロのホットモデルを発売した。 ザ・シンプソンズシリーズでは、パティとセルマが、シングに乗っている。米国での現在の価格は、用レストア状態のものが 3000US ドルから、レストア済みのものが1万 5000US ドルくらいである。世界最大の自動車オークションのバレット・ジャクソンでは、レストア済みのシングを4万 US ドルで売却した。もちろん最も高価格なのは、ミレストアの低層校車である。 近年、ドイツから輸入された元民間防衛や、元消防署で使用されていた車は、イーベで2万5000から3万 5000US ドルで取引されている。ありがとうございます。